急なんですけど、食べ放題とバイキングってこの2つの違い何なのかなってこれ気になりませんか？これは誰も思いついてない革命じゃないかと思って調べてみたんですよ。全く同じ意味でした。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。なんそれって話ですよね。ちなみになんですけど、食べ放題って大体60年前ですね、帝国ホテルレストランのインペリアルバイキングっていうレストランがあったんですよ。そこが発祥なので、そこから名前を取ってバイキングイコール食べ放題っていうのが浸透したみたいです。なのでバイキングが食べ放題っていうのは日本でしか通用しないんですよね。でまあ枝豆と空豆みたいな似たような立ち位置にいるビュッフェってあると思うんですけど、これ食べ放題をただ単におしゃれに言ってるのかなと思ってたんですよ。まあアフタヌーンティー的な、これ違いました。これ本来は立って食べるスタイル、立食スタイルとか、あとセルフ形式っていう食事を意味するんで、ビュッフェスタイルの食べ放題っていうのが正しいんですね。ただまあ近年ではビュッフェイコール食べ放題っていう店もあるんで、まあ、一概にはそうとは言えないんですけど、まあ厳密には間違えてるってことですね。以上、知ったばっかりの知識を言いふらすプティ雑学のコーナーでした。そんなビュッフェスタイルのリクエスト来てた。タカさん、こんにちは。こんにちは。今度人生初の食べ放題のお店に友達と行きたいなと思ってるのですが、食べ放題ってあれ利益出てるんですか？いろいろネットで調べたら、食べ放題の肉はゴムみたいな味がするとか、そういった悪評が多くて不安になってます。よかったら食べ放題の裏側みたいな動画作って解説してください、お願いしますということなんですけど、この食べ放題行ったことないって結構珍しいなと思ったんですけど、まだトトロ見たことないぐらい珍しいですよ。まあ食べ放題といえば僕の思い出なんですけど、昔スタミナ太郎でカート引いてるお姉さんいたんですけど、そのカートに引かれたことがあります。問題、そんな状況に駆けつけた母親が言った一言は何でしょう？ A 大丈夫、 B 気をつけなさい、 C 何やってるの、 D 若い店員さんに向かってパンツはぐるぞ。どれでしょう？正解はコメント欄です。じゃあ早速、一見損しそうな食べ放題の利益ってなんで上がるのかなと、こちらについて解説するんですけど、根本的には普通の飲食店と原理は一緒で、原価をどれぐらいに抑えて販売価格をいくらに設定してどれだけ売上の利益を出せるかっていう話で、例えば水が4万円する沢村亭っていう和食のお店があるとするじゃないですか。この時材料費とか経費がもろもろ込みで原価500円の料理、この価格設定が1500円で、それをお客さんが注文すると店には1000円の利益出ますよね。まあ税金とかなしで、まあ、これは当たり前だのクラッカーなんですけど、じゃあもし沢村亭の食べ放題の値段が3000円だったとして、さっきの1500円する料理をですね、1人で3人前注文したとしても原価は500円なんで1500円の利益は出るんですよ。なので食べ放題って10人前以上を平気で食べれるぐらいのフードファイターが来ない限りは利益が出るような原理と価格設定で行われてるんで、基本的に損はほぼしません。じゃあこの原理だと食べ放題の店っていうのはお客さんの食べる量に比例して利益が変わるじゃないですか。だからじゃあ普通の飲食店は食べ放題じゃなくて一品一品注文した方がですね利益が出る、確実に儲かるじゃんと思うかもしれないんですけど、食べ放題ってね、まあ魅力的な広告でもありますし、全く食べない人もいるんで、トータルすると採算取れてるってケースが多くて、あとは普通の飲食店に比べてある程度メニューが決まってるんで人件費とか材料費がかからないっていうのがあります。あと計算しやすいってね。さらにビュッフェスタイルだったらなおさらなんですよ。お客さんが自分で食べ物取ってくれるんで運ぶ人がいらないんですね。あとはやっぱさっきも言ったシンプルに人気なんですよ。コースと違って自分の好きなものを好きなだけ頼める、定額を払ってしまえば食べ放題、まあ、これよくよく考えると魅力的ですよね。ただやはりそこを逆手に取ってとんでもない量を注文するやつがいるんで、最近だと食べ残した量によっては罰金ってお店もちらほらありますよね。あとは生産がすごい楽っていうので大人数の飲み会とかで利用されることがめちゃくちゃ多いです。っていうのも大人数の飲み会の時に大体割り勘になるんですけど、自分お酒飲んでないし全然食べてねえし途中から来たのに割り勘かよ、なんだこれ多いって現象あるじゃないですか。ただ食べ放題だと損した気分にならないとまだ行かなくても傷は浅く済みますよね、飲み放題とか。まあそういったね、いろんな方のニーズに応えるお酒が弱い人の味方でもあるんですけど、まあ、こういった価格設定からですね食べ放題って利益を出してて、まあ、ほとんどとまだ行かないですけど食べ放題のシステムを導入してるお店は非常に多くなってます。ただ考え方にもよるんですけど、食べ放題3000円だったとして普通に頼んだら3000円以上するものを食べれれば、まあ、ある意味元は取れてるんですよ。じゃあこれを原価で考えたらどうなんだっていうと、店側に利益が出るような価格設定をしてるんでほぼ無理です。例としてファミレスのドリンクバーあるじゃないですか、300円とかで。でこのドリンク一杯の原価っていうのが平均で20円前後ぐらいなんですよ。炭酸系飲料だと15円、高い果汁 100% 系のジュースで30円なんで、300円のドリンクバーだったとしたら炭酸系では20杯、一番原価の高い 100% のジュースでも10杯ぐらい飲まないと元取れないんですよね。まあ、頑張ってテスト勉強で一日中いればいける気もするんですけど、10杯はさすがに飲まないですよね。とまあこんな感じで原価考えると元を取るのは非常に難しいとされてるんですけど、ただ気持ち的にハッピーになればそれでいいと思いますよね。ただ他にもですね、まあそこを利用してじゃないですけど食べ放題の闇的な部分結構あるんですよ。まずちょっと前にささやかれた食べ放題では利益を上げるために満腹剤を入れてるんじゃないかっていうもの、いや満腹剤ってなんやねんって話ですけど、あるっちゃあるんですよ。医学的には食欲抑制剤って言うんですけど、まあその名の通り摂取カロリーをコントロールしやすくなるってやつで、主にダイエットで使われるみたいなんですけど、まあ、実際にこういったものが盛られてたっていう事例は全くありません。おそらくですね、いや普段食べられるけど食べ放題の店では
はその半分も食えねえなみたいな、そういうあるあるあるじゃないですか。それが一人歩きして都市伝説にメガ進化したんだと思います。しかもこんな薬を仕入れて経費増やすよりも材料安く仕入れたりとか、この時間帯お客さん少ないから人件費削ろうかとか、そこを考えた方が有意義なんで完全に嘘です。次に激安食べ放題の肉は特殊な加工がされているってやつ。ここで言う特殊な加工っていうのは、段ボールを肉にするとかじゃなくて、パサパサな肉に油を注入してジューシーみたいな、そういった美味しい肉に加工するってやつ。これ実際にあるっちゃあるんですよ。柔らか加工とかインジェクション加工っていうね。それ食品偽装じゃないのってなるじゃないですか。実は別にそんなことなくて、こういった加工をもしした場合はですね、当店ではお肉を柔らかくする加工を施しておりますっていう注意書きさえしておれば大丈夫なんですよ。そんな肉食べたくねえよって方は事前に調べていった方がいいんですけど、お肉を柔らかくしてるだけなんですよね。ただね、唯一ちょっと危ないところとしては、一回注射針が刺されてることがあるんで、雑菌がそこから入ったりする可能性とかもあるんで、よく焼かないと食中毒になります。なので激安食べ放題のお店なんかでは、しっかり焼いて食べてくださいって書かれてるとこ多いんですよね。まあ、安い肉には安いなりの理由があるかもしれないということです。まあ、他にもたびたび結構ネットで炎上した事件あるんですけど、よくあるのが写真詐欺ですよね。これらの商品食べ放題とか言うんですけど、ちょっとそのまま引用しますね。ネットに載ってた写真これで、出てきたのがこれだ。変やこれ。肉寿司食べ放題とか押してる店なんですけど、チャリの上には生ハムと薄いベーコンですね。まあ、店からすると、いやこれも肉寿司ですけどって話ですけど、ふざけんなですよね。これにプラスしてほとんどの店員が日本語通じないっていうね、イライラダブルパンチも体験できるみたいです。次にですね、お通し多すぎ問題っていうのも、食べ放題に来てからの動きって、食べ放題のグレードがあるじゃないですか。でそのメニューの中から何食べよっかなの流れなんですけど、まあ、中には最初にお通しが来るっていうパターンあるんですよ。でそれ食べ終わった後に食べ放題メニューから注文してくださいみたいな、まあそんなわざわざ説明されないんですけど、その最初に来るメニューがめちゃくちゃ多いってやつなんですけど、こちら、いや、やばいよ。これだけでございません。さらにドーン、誰がこんな食うんやこれ。これ何人で来たかにもよるんですけど、10人とかで来ててもこの量はやばいでしょこれ。いや、ちょっとだけテンション上がりますけどね。似たようなものでデザート食べ放題でも炎上した事例あって、まあ、姉妹の方が来店して、システムとしては制限時間は90分で、で最初の具材に盛り合わせが来て、それを食べると他のが注文できますよってね、さっきと同じシステムなんですけど、妹さんの方が小麦粉アレルギーで、そのことを事前に伝えた上で出てきたのがこちら。見た目もあれやけど、ワッフルミニッシュも小麦粉パラダイスやからこれ。仕方ないかっつってあれの方が全部食べて、追加でイチゴを頼んだらしいんですよ。でなかなか来なくて、10分待ってやっと来たのがこちら。あ、寂しい。冬だったら全員通してるよこれ。でもここまで来るとさすがに笑っちゃうんですけど、いやあるけどもね、フランス料理とかで。それ無理があるねこれ。まあ、こういった風に売り上げのために悪どい商売やってる店もあるということなんですけど、ただ近年のネット社会で行くと、こんなん拡散されて一瞬で広まりますし、結果的には自分たちの首を絞めることになるんで減ってきてはいます。ただネットの口コミも桜で埋め尽くされてると場合もあるんで、その時諦めて笑い話にするしかないですよね。はい、というわけで今日は食べ放題が儲かる仕組みからちょっとした闇、炎上した事件を紹介したんですけど、食べ放題ね、最近焼肉行ったら牛タン食べ放題っていうのがあって、4000円ぐらいだったんですよね。他のメニューも食べ放題なんですけど、牛タンは元取れてるのかちょっと心配でしたね。ぜひ皆さんの好きな食べ放題教えてください。今日は以上、僕の動画は見放題ですよ。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。